いや、パッドからキーマウ転向はいないっすね。でもルーのパッド転向やばいね。あ、競技陣でパッド転向はちょっとわかんねえけどさ、はっきり言って。そんなに有利になると思えないし、俺。まあ、確かにそのジブゲーだった時は、まあキーマウガチ有利だったけど、そのドーンファイトにおいてはね。まあ、今ちょっとジブが減ったっていうのはあって、パッドが少し強くなったっていうのもあるけども、まあそれでもルーのキーマウを捨てるほどなのかって感じだけどね、俺的には。そんなに火力足りねえのかなって。あの3人で、パッドに負けるほどの火力なのかって結構疑問だけどね、まず。まあ、ランクだけだったらパッドだよ。100パッドだよ。もう日本のサーバー物語ってる。もう7割8割パッドだから、今。プレマスタイ。競技シーンみたいにジブがいたらキーマが有利になってくる。戦闘によっては。ドームファイトしかねえから。うん、あと、ルーが今が転向したところで、今まで使ってたパッドプレイにやっぱ追いつけないから、そこら辺でもパッドプレイヤーとして負けてるんだよな。まあ、よほどルーが超絶才能があって、他のパッドプレイヤーをまあ5号抜きできるが実力あったらまあ全然いいけど、そうじゃなかったらもう負けだからな。基本的にパッドって火力担当だから、火力で負けたらもう負けみたいなもんだからな。難しいっすね、やっぱ。だからその火力がちゃんと十分出せるからですね。まあまだそう、日が浅いからわかんないけども、まあこれからって感じですね。本当にパッドが下手くそだったらキーマン戻る、もしくは別のプレイヤー入れるしかないですね。多分パッドプレイヤーに転向するぐらい勝ちにこだわってるなら、まあそうするね。選手交代もあり得ると思う。まあでも、センチのルーにパッドやらせってことは多分期待してんだと思うよ、普通に。ルーに。ルーの才能に、チートを疑われたりして。まあ俺も全然、期待はできると思う。実際のところ。今のところはあんまり強くないけども。配信見たけど。そこら辺のプレータの方が全然強いし。まあ期待ですね、なかなか。アタラクタラクタラクアタラクタラクタラク